アルファ DJ ソライズです。今日は今ちょっと出てるパーティーお気に入りの魔法キャラ集めてみました。ティナはそうですね、炎風の超絶超欲しいんですけど、まあティナですね。でウララ回復役で、まあちょっとこの最近ねゲットした戦技をちょっと習得用で今装備させてます。でビビもね、ビビは今コンあビビあれですね、最近出たドタバタマジックってやつだけ、あれだけ持ってなくて、それ以外は全部持ってますね。でシャントップはこの奥義が持ってないですね。で今新しかった覚醒出てるじゃないですか。でガーネットも最近チェーンゲットして、ちょっと奥義も欲しいんですけど、あれですね、あのなんだろう、反射出たんで、何かっていうとちょっとやっぱり一段欲しいなってことで、ちょっと意気込んでパーティーに、はいですね、シャントットとガーネット入れちゃいました。第一弾やっぱちょっと引きたいですね。リディアも最近ちょっとなんかレジマテかな、なんかゲットしたんで、チーマトイでしたけどね。アルフィのゼロモンです。シャントットのこの帽子ですね、やっぱ欲しいですね。完全一番はシャントット狙いですね。で第2がこの超絶ですね、ガーネットの超絶欲しいですね。あとはあれですかね、アシャントットのこのレジマテ欲しいですね。シャントットレジマテ、ガーネットのレジマテも欲しいですね。ってことでちょっとチーム補充したんでちょっとやってみたいと思います。はい、1回だけにしましょうかね。神引き欲しいですね。ちょっと最近神引きしてないと思うんでお願いします。シャントとミラボ、うわこれはきついな、これきついですね。ミラボの感動がないですね。ちょっとこれシャントとですね。ミラボリディアでしたっけですよね。あれです。無知装備してる、召喚のダメージアップか。ってことはこれリディアは無知装備しろってことですね。覚醒引きたいですね。ちょっとこれもう一回いきます。ちょっと僕の予定では2回までって決めてたんで、ちょっと一発で出てほしかったんですけど、なんか結構見てるとミラボ引きに3つとか引いてる人いたんですよね。お、来たミラボ。ちょっと1点狙いなんですけど、シャントットのあの変な帽子、ちょうど変なかっこいい帽子、シャントット様、シャントットお願いします。お、来た、うおーうおー、シャントットだ。お、マジっすか、マジっすか。僕シャントットこれめちゃくちゃ欲しかったんですよ。おー、これ嬉しいっすね。これめちゃくちゃ嬉しいっすね。おお、やってよかった。やってよかったっす。おお、めちゃくちゃ嬉しいっす。ちょっとこれ、鍵つけておきます。来た来た来た、シャントット。敵全体に15回連続の強力な雷、の属性魔法攻撃。で、一定時間自身、雷まとう。で一定時間魔女覚醒モード限界突破レベル1プラスぶち切れ状態、いいっすね。あの魔女アビダブルの時のあの超絶起動句使う時にバーストのあのぶち切れ使ってからやりたいなとか思ったんですけど、結局僕があの雷魔法メンバーの時ってチェイン役シャントと呼んだんですよ。シャントットでチェインしてたんで、チェインしてから超絶やりまでの叩く使ったりしてたんですけど、正直バーストを打ち切れさせるあれはなかったんで、わざとでもダメージ食らわしてあのレジェマテでプチ切れるみたいにやってたんですけど、これいいっすね。いわゆる超絶とプチ切れ1個でできるみたいな感じなんで、レジェマテも1個じゃワクワクっすよ。これはマジで嬉しいっす。やってよかったってことで、早速ちょっとシャントットのためにこの真偽言うんですかね、これ
雷ロットちょっと作ってあげたいんですけど、今僕ゼロなんですよね、あの辺の交換釣りやつ。ちょっとまさかこの属性出ると思わなかったんで、シリーズ系結構使っちゃったんですよね。入手、あ、帽子だから防具ですね。あ、しかもこれ仮闇耐性章ついてるじゃないですか。いいんじゃないですか。いいっすよね。ってことはどうなんですかね、これちょっと装備してないのか。あ、装備してなかった、ビビった。交換しますかみたいなの出なかったので、ちょっと一瞬見ました。ちょっとテンパりました。戦意はレベルの値段、幸福力の値段ありだな。まといじゃないですもんね。観音属性攻撃2段階アップ、ありっすね。戦意の更新しましょう。チェインは多分もう使うこともないな、そう考えると。今回決めました、あのドリームで、あの奥義、チャントットの奥義確実に手に入れますということで、奥義、戦技、超絶、一応超絶は一応覚醒が切れた時用でマザーミラベル使いたいと思うので残しておきます。やばいっすね。いいな、です、 OK です。ってことでこれごと、まとう必要ないか。この魔法は、ぶち切れますか。最悪これ、この魔法ダメージアップ、ショーをつけておいた方がいいのかな。からダブルをちょっとつけておいた。今のこれ、なんか、もう一つなんかレジェンダってありますよね。これ、何でしたっけ？ちょっと見ていいですか？あの、レジェンダっていうのは、自身の車砲攻撃の回数に応じて自身の魔力アップってことですね。最大章、あれこれ普通につけてんのって魔力アップ章っすよね。これって重複するんですかね。章なんだ。まああれはいずれドリームで出た時に回収しようかなと思います。ってことで今回はゲットしました。めちゃくちゃ嬉しいっす。ウィザードベタソ、なんだこれ、た卒ですね。シャントットの覚醒奥義出ました。ちょ当分ちょっとやっぱりこのマギアレベルアップパーティー、ちょっと魔法、ちょっとビビもね、将来的にちょっと覚醒奥義絶対来ると思うんで、ちょっと魔法パーティー系マギアレベルアップしたいと思いますね。ちょっとディナーも400いってんすけど、ビビちゃん結構気に入ってるキャラなんですけど、マギアレベルがまだ72なんですよ。でシャントットも30ぐらいですね。ガネは23ってことで、魔法系のパーティーちょっと、そうですね、ウララも結構もう400近くいってるんで、この戦技習得したら違う魔法キャラですね、ちょっと強化していこうかななんて思ってます。ってことで、そうですね、ちょっと一応武器も強化しておきましょうか、せっかくなんで。これ嬉しいですね。しかもこれ強化ついてるんですね。でまあこのリティアのレジェマテもねゲットしたんで、打ち装備した召喚魔法ダメージアップ、これも中なんでね、リティアも結構揃ってきましたね。嬉しいです。そう考えるとリティアの覚醒もすげえ欲しくなってきましたね。そしたら召喚の星力アビリティ作んないかなって感じになってきますね。ということで今日は、今回はシャントット狙いってことで、見事シャントット取れました。マジで嬉しいっす。シャントットはマジで嬉しいです。ゲットしました。これでシャントット強化めちゃくちゃ嬉しいっすね。まあ実はこれちょっとこの動画撮る前にシャントットをこう周回回るように、もうこれはもうこの動画で絶対この一発撮りで撮るときに、この僕の軍資金に22連だったんで、なんとしても手に入れなかったんですよ。まあ、撮るぞっていう意気込んで、まあ、このパーティー編成してて、その前にこれ、
戦うか魔法全体魔法攻撃になるみたいなやつ、これを周回して取ったんですよね。ファーブル周回しながらちょっと技を覚えさせて、グローエッグ使って覚えさせたところだったんですけど、でガーネット意気込んでガーネットもこうパーティーに入れてたんですけど、まあガーネットの反射はゲットできなかったんですけど、超絶なんでね、いつかドリームでゲットできると思うんで、今は深追いしないようにしますって感じで、はい、お目当てのシャントットちゃん覚醒奥義ゲットできました。よかったです。ちょっとこれで出なかったらちょっと深追いはできなかったんで、ちょっとね、次回すのは3段ですかね、クラウド様、次に狙ってんのはセフィロス、そんでスコール、そんでノクティス、全部欲しいですね。あれちょっと今の感じの引いた手応えだと21個、ミラボ1個だったんで渋かったっすからね。まあ、結構公式ウィキ見てると、画像見てると3個ミラボとか出てる人とかもちらほらいたような感じはしないでもなかった感じですかね。 YouTube でもなんか見てもらうと、そうですね、組み抜きしてる人とかいたと思うんで、ちょっと今回は僕がお目当てのシャントット劇団でもうめちゃくちゃご機嫌です。ということで今回メロジャム TV、フェスですね、第1弾、なんとかお目当てのシャントットゲットできました。皆さんありがとうございます。またあげますので楽しみにしてください。ありがとうございます。